今回ご紹介するのはこちら、クロレラ科学研究所、水だけあれば餅。阪神淡路大震災の被災体験から生まれたこちらの商品は、水だけあれば食べられる非常食。お餅なので腹持ちがよく、水だけで手軽にしっかりと栄養補給ができ、非常時に安心の商品です。調理方法は、まずコップ1杯の水をご用意ください。お皿に食べる分だけお餅を並べます。重ならないようにしてくださいね。そして、お餅が隠れるまで一気に水を注ぎます。30秒待てば、はい、出来上がり。柔らかくて弾力のあるお餅になりました。お皿に水が残っていたら捨てて、粉末醤油をかけていただいてください。うまい。一緒についている砂糖ですが、醤油と一緒に使えばみたらし味にもなります。1度目は醤油味、2度目はみたらし味と味の変化を楽しむこともできます。また餅は純でんぷん原料ですが、醤油の原料は大豆です。アレルギーのある方は砂糖のみをかけても OK です。水をかけて30秒、クロレラ科学研究所、水だけあれば餅。ご注文お待ちしております。